さあ、青葉公園通り10コレクションミュージアムにやってきています。現在、花言葉佐々木啓司日本画展が開催されています。花言葉さん、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。今年も佐々木啓司先生の日本画展やってまいりました。春でございます、はい、いや本当に春ですね。爛漫っていう感じですね、はい、非常に大きな作品から可愛、はい、らしいね、小さいんですけれども、なんだろう、こうインパクトのあるそういう作品も多いですね。山野草を先生描いていただいたり、はい、猫柳、はい、それと今回の椿、椿は鮮やかですね。可愛いですね、うん、そして大きな作品もありますね。そうですね、これが曲の屏風ですね。屏風、はい、オリーブの花になります。日本画なのにオリーブってまたすごいですね。そうなんですよ、はあ、そしていろいろ小物が並んでますけれども、はい、これもねちょっとお楽しみの一つで、佐々木先生が手書きで書いてくださる京扇子、はい、ああ、はい、はいはい、お扇子の数々、うん、でお好みでこれを書いてもらいたい、百合の花を書いてもらいたいですよ、うん、夜桜を書いてもらいたいですよって先生が書いてくださいますので、はい、それを書いてくださったり、うん、あとはちょっとその下を下げていただきますと お着物がかっこいい、ね、僕らのこれってなんか日本画家佐々木啓司が描く着物ということで、はい、お着物も先生手掛けていらっしゃる。すごいですね。そうなんですよ。はあ、かっこいいですよ。やっぱり日本画家を描く佐々木先生が描いてくださる、例えば黒留めですとか、うん、百合で全部裾模様お願いしますとか、お花でとかっていう、はいね、先生に自分だけの黒留めをお願いしたりとか、うん、自分だけのお宮参りの着物をお願いしたりとか。うわ、そういうこともやってもらえるんですね。そうなんですよ。うわ、すごいな。でも本当に佐々木先生っていうとですね、はい、いろんなお花を描かれるじゃないですか。そのお花山野草も含めて一つ一つがインパクトがあるというか。いやもう色艶がね本当に、うん、なんていうんですかね、普段僕たちがそんなに気にしないお花とかもあったりとかするじゃないですかね、はい、ね、僕ね、もう本当に季節ですし、竹武先生よくお好きで描いて竹に、はい、桜、そして、うん、椿、はい、色っぽいですよね、椿がね。そうですね、このなんだろう、マックのちょっと暗い感じに赤がパーンと生えてるというか、かっこいい、これもかっこいい、ね、本当にそうですね、本当に、まあ、佐々木先生が今回ですね、はい、28日、29日、30日、3月ですね、はい、今月の、はい、1時から5時ということでね、午後1時から午後5時、来ていただいてサイン会ライブアート開催されるということで、先ほども言われましたけれども、佐々木先生に手書きのセンス、こう好きな、お願いして。そうなんですよね、かっこいいですよね、お茶会行ってもどこ行っても、ね、はい、手書きのセンスでちょっとこうパッと広げていただいてね、うん、使っていただいたら、はい、人とは違うぞ。そうですね、今年の夏はちょっとおしゃれに、そして涼しく心地よくって感じです ね、はい、その隣には器もありますしね、そういう器にもちょっとこうおしゃれな感じで、ね、うん、いろいろできますので、皆さんね、まあ、大きなオリーブ、うん、屏風対策もございますので、楽しみに見に来ていただきたいと思います。はい、